崎です。今日はですね、こちら、ラビッツ FPV の藤吉さんですねが作成したこの飛行機をちょっとお祈りしたいと思います。ちなみにこの飛行機なんですが、なんとこのボディは100均のこのなんだ発泡スチロールみたいなやつで200円で作ったボディだそうです。なのでまあちょっとぶつけて壊したとしてもまあ弁償できますね。傷は浅い。はい、なので早速お祈りしてみたいと思います。機体は無事でした。ここですか？あ、こっちか。これか。よし、無傷じゃないけど無事です。あ、まだ飛びたいです。あ、まだ飛べますね、これ。あ、飛びます。やってしまいました。すごい。飛行機を、まだ9してないから。あ、いや3、2、1。今からちょっとこの初飛行機を飛ばしてみたいと思います。エルロン行って自分の方が向くじゃん。機体がで機体がこの向くじゃん。あるけどこのこんな感じに見えたら一応だって回る。で、今からこっち戻って、戻ったら、そうです。10分ぐらいに。OK です。よし。ちょっとロストしないように。カメラを重さどのくらいですか？はい、スルーダーボード。スルーダーボード。ここまで来たら、はい、回ったら戻る。なるほど。いくよ。はい。これ回ったら頼んで渡ったらね。
最後、あのスロットルは真ん中ぐらいにする。ちょっと真ん中ぐらい。落とすよ。はい。上げる。そう、そこバランス取るんで。エルロン戻して、はい。いくよ、まっすぐ行ったらいくよ。はい。はい、行くよ。はい。で、戻して、アップ。ああ、曲がりきれない。もらうよ。危ない。難しい。落とすよ。はい。はい。はい。そう。おお。そう。戻す。まっすぐ。曲がるときに機体を、ロールを入れてこうピッチで曲がるっていうのの加減が難しくて、こう行き過ぎちゃったりとか、ピッチ入りきらなかったりとかの加減が難しくて、いや飛行機飛ばす人すごいなと思いました。やっちゃったー。私が破壊してしまった飛行機ですが、このように無事、治りました。よかったー。かじっちゃった場所もね、このように無事治ってよかったです。治ってっていうか、富士吉さんに治していただきました。ありがとうございます。これでまたかじれますね。またかじられます。いやもうかじらないようにします。はい、ということでよかったです。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。